吉田さん、なんか髪薄くなってきましたね、吉田さんね。で、私もね、ちょっと白髪がここの生え際に出るんですよ。ですんで今回また1ヶ月に1回の染め毛に行ってきたんですけども、今真っ黒でしょ。ちょっとだけ3歳ぐらい若返ったような気がします。けどやっぱりね、年を取るのは変わんないですよね。まあ年を取る中でも、なんていうんですかね、こう性的な意欲と機能だけは私はね、全然落ちてないんですけどね。そっちの方は結構自信があるんですよ。まあ何の話をしてるのかっていうと、自分の内側を衰えさせないことは結構できるんじゃないかなと思うんですよ。新しい情報を手に入れたりとかね。あと、体をどんどん鍛えていくと、最近ね、ジョギングをしたりね、ダッシュとかができるようになってきたんですよ。あと、シャドーボクシングもやりだしたんで、こう体が軽くなりましたね。体が軽くなるのと同時に思ったことが2つあるのは、あ、もうこのダメージは一生付き合っていくことになるなっていうものが分かってきました。何年か前に脱臼した後っていうのはやっぱりね、本調子じゃないですね。 70% ぐらいがマックスになりましたね、力の。これはもう仕方がないかなと思います。脱臼してしまって、そのする前よりも強くなるってことはなかなかないですからね。今どっかこうシャドーボクシングをしてると、こう引っ張られた感があってですね、どうしても自分の思ってるパワーは出ないですね。でもその他はまだ十分生きてるなって逆に思えるんですよ。フルマックスでいけるなと。だからまあこうやって自分のコンディションを確かめながら、無理できる部分と無理できない部分っていうのが見えてくるのかなと思いますね。まあこれが一つですね。やっぱこう、あ、もうこれは一生付き合っていかないといけんなっていうふうなね、ことが分かって。で、もう一つは、まだまだできるところっていうのがありありとしてくるなってことですね。だから自分がこれだけやったなと、この年になってもまだこれやってるなって思う部分は、結構ね、見通しが立つんですよ。明るいというかね、元気が出るというか。うん。だからメリハリ聞いて、別に良かったなと思ってますね、今はね。さあ、それでね、私がね、20代の頃に、40代ぐらいの、その当時サラリーマンをやっていましたけどもね、上司に聞いた言葉があるんですよ。若いうちにいっぱいトライしておけと。というのが、年を取ると目が悪くなるから、本を読んで勉強しようと思ってもね、若い頃の本当にね、半分とかね、5分の1とかっていう速度とか意欲になってくるらしいんですよ。だから一歩進むのもものすごく大変だって。大変なことがあるから、分かるから余計に取り組もうっていう気持ちもなくなるっていう感じで、前倒し前倒し前倒しでいろいろとやる気が起きてこなくなるんですよ。だから若いうちにいろいろやって吸収しておけば、その若い時の頑張りが余力となって財産となって人生の後半を支えてくれるって言うんですよね。私はまあ幸いまだ両目が 2.0 なんで、本を読んだりこうやってサイトを閲覧したりとか全く困らないんですけども、想像するんですよ。これで目が悪かったら、確かにこの速度では本は読まないだろうなとかね。そもそも小さい活字ってのをたくさん読もうっていう気にならないだろうなと思うんですよね。だからこそ今また思うんですよ。体の機能が使えるやつを使っとかないと。いずれこれも使えなくなる。いずれあれも使えなくなる。ね、そう思ったら、ちょっと性的機能戻りますけども、性的機能がね、まだ衰えてないと。しかも実質むちゃくちゃ使えると。これはいいなと思いますね。なんかこう、わかんないですけども、男としてね、狩りをするマインドとかパワーが一部失われるってことだと思うんですよ。だからね、なんかこう、もっとね、肉食でもっとがっついて、もっとパワフルにビジネスも人生もこなしていけるんではなかろうかと思うところなんですよね。なんかまだまだ若いもんに負けへんでみたいなね。いや、はっきり言って私ね、20代とは言わないけども、30代前半のパワーぐらいに戻ってきたかなと思いますね。もうこの顔と表情を見ればわかるでしょ。もうね、死んでないですよ。もうまだ行きますよ。まあこの気持ちがね、体を支えるし、体が気持ちを支えている相互補完関係にありますね。だからね、
だからどっちかがダメになったら、精神がちょっとね落ち込んできたら肉体もあんまり動きたくなくなるし、そうなると肉体が精神を支えるっていうこの相互補完関係は逆にですね、相互足引っ張り関係に変わるんではないかなと思いますね、うん、というところですか。じゃあいってらっしゃい、また会いましょう。